さあついにこの日がやってきました。得意ビデオドーム完成です。イエーイ。これどういうことかと言いますと、実はまあアッキーのチャンネルを見てる人はご存知かと思うんですけど、はい、アッキーがですね自分のキャンプ場をオープンさせまして、はい、トワイライトフォレストというキャンプ場をオープンしまして、はい、でその中にですねグランピングの施設が7基あるんですが、そのうちの2基を私が買い取りまして、得意ビデオドームとして内装を独自に作り上げて2サイト、得意ビデオのキャンプサイトを、オープンさせるということで、その工事がですねやっと完成して、はい、今その見に行くためにですねアッキーのところに向かっております。はい、今一緒に行きます。はい、アッキーのところのキャンプ場もまだ、オープンして1ヶ月ちょっとぐらい、はい、もう1ヶ月は行ってます。はい、でそれに遅れることやっとやっと完成です、ね、やっと完成です。今日まあ10月1日ですね、10月2日か2日ですけれども、めっちゃ楽しみですね。めっちゃ楽しみです。俺もまだ見てないんで。私も見てないです。あ、見てないの？見てないです。そっか、なんか一応楽しみに しておきたいなと思って。はい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 、徳井さんより先に見るわけにいかないと思って。そう、まあ確かにそう。ほんで内装の方はですね工務店もやってるDIY 芸人のタケトってやつがいるんですけど、そのタケトの、経営している工務店にお願いして、で一緒にここはこうしてほしいとか全部デザインして、工事がやっと完成したということです。はい、とりあえずそれは向かいます。いや楽しみです、ね、楽しみです。本当に楽しみです。あ、もちろんこれ皆さんも泊まっていただけるように一般にキャンプ場としてオープン、しますんで、はいはい、皆様よかったらいいなと思ったら泊まりに来てください。来てください、ぜひ。さあ、到着しましたよ。到着しました。トワイライトフォレスト、トワイライトフォレスト、アッキーのキャンプ場です。はい、来ました。看板が、はい、出迎えです。トワフォレ、はい、いい、到着しました。じゃあ見に行きましょう。はい、行きましょう。さあ着きました。来ました、トワイライトフォレスト、トワフォレ。今から見ていくんですけど、まずねキャンプ場アッキーのところ見てもらいましょう。あ、はい、その前にすみません、今回施工をしてくれました。そうなんですよ。はい、お願いします。はい、お願いします。工務店をね、はい、芸人なんですけど、はい、いろいろ DIY 好きが高じて、はい、今工務店もやってると。そうなんですよ、竹取リノベーションっていう会社を。竹取リノベーション、はい、起こしましたんで。その竹取リノベーションにこうしてくれって伝えて、はい、今日完成したと。そうなんですよ、いうところです。途中の状況を写真も動画も一切僕送ってないんですよ。はい、で俺もちょうだいとも言わんようにしたの、はい、っていうことなんだろうなと思って、はい、初見で見たいかなと思って送ってないです。さすが、ありがとうございます。この辺はやっぱり吉本興業のこの意思の疎通ね。怖いんですよ、怖いんですよ。なんで？その一応途中の有効ボードのサイズどうしますかみたいなところに対して LINE でその場の適切な感じでしか返ってこなかったんで俺の適切が徳井さんの適切と合ってるのかっていう。多分やっぱり竹取リノベーションのセンスも信じてるんで、それは。本当ですか？はい、もちろん木材こうとか、はい、デザインこうとか、はい、全部俺が伝えたけど、はい、やっぱり実際やるのはさ、はい、その人のセンスもだいぶ入ってくるやん、やっぱり。はい、そこは信用してます。だからめちゃくちゃドキドキしてるんですよ。だからそのキャンプ場の紹介なんかなしでまず直で見てもらいたいですけど、いやいやいや、ちょうどだから今、はい、このキャンプ場がねこうだんだんこうなだらかなこう、はい、なだらかな丘になってるんで、はい、それをこう登りつつ、はい、キャンプ場を紹介しつつ、はい、見ていきましょう。はい、行きましょう。これです、アッキーのキャンプ場、はい、トワイライトフォレスト、はい、こういう感じになっております。でこれ普通のキャンプサイトと白いねドームが見えてるんですけど、あれがグランピングサイト、うん、でこのサイトが、7基ある中の2基がうちのドームです。そうですね、はい、これは登この道をこう登っていくんですね。で、はい、ちなみにここが管理棟になってまして、こういう感じでいろいろね食べ物とかね、はい、調味料とかも置いてま ます。ドリンク類もあります。こういうアッキーのサインなんかもありますけど、こういうアッキーグッズであるとか、まあ、紙コップ、紙皿、シェラカップとかそういうグッズが、アルミホイルもあるね。あ、虫除けもあるやん、はい、1個注意事項あって、うん、注意事項っていうかちょっとグッズとかここの商品がキャンプ場を利用してる方のみになりますんで、うん、はいはい、なんかただ見学とかグッズ買いたいだけで来られるのはちょっと
ご遠慮しています。はいはい、近隣の方の迷惑も考えてね、ちょっとそれは、はい、すみません、はい、なのでキャンプ利用した方はこういうグッズも買えますと。でポータブルバッテリーもレンタル可能と、はい、結構至れり尽くせりな、はい、そしてですよ、ここは薪ももちろんあります、はい、薪もあります。でこれがね、トイレとシャワーの建物なんですけど、シャワーついてるのありがたいよね、女子なんか特に。そうですね、シャワーないとちょっとキャンプの焚き火とかやると匂いがね、そうやね、ついたまま帰るんで。トイレもこれ綺麗よ、もう新築やから。ありがとうございます。はい、トイレこんな綺麗なキャンプ場なかなかないですよね。なかなかないよ、すごい。ありがとうございます。シャワーは、こっちがシャワー、左側2つが女性用で、はい、右側2つが男性用で、はい、ちゃんと女性にも配慮がありますね、はい、はい、これも普通に綺麗な、ついてます。あ、ドライヤーもついてる、はい、鏡とドライヤーの色は女性用と男性用で変えてみました。すごいね、こだわりすごいすごいよね。ちょっと私のチェックいいですか。はいはい、あれ竹とチェック、ちょっと工務店チェックいいですか。はい、ここやった業者さん、はい、コーキングめちゃくちゃうまいマジでだからめちゃくちゃいい業者さんですよ。あ、そうなんや。あ、そうですか。ちょっと紹介していただいて協力会社になってほしいぐらいの。あ、じゃあ紹介します。めちゃくちゃいい出来です。あ、マジで。めちゃくちゃうまいですよ。あ、僕そういう、だから絶対水漏れないですね。あ、ないですね、まだ。あ、結構だから荒い人もいるってこと。いるんですよ。へえ。水回り完璧です。あき、お金かけただけのことはあるね。めちゃくちゃお金かけました。いや、これ素晴らしいですよ、うん、だいぶ予算オーバーしてしまっているという。でも予算オーバーして払ってでもいいぐらいの。いいね、これこの櫓の組み方とかもすごいですよ。さあ、はい、ついにこのちゃんとね、ここも舗装されてますんで、はい、車上がっていけます。はい、バイクも大丈夫。はい、でこういう風にね、アッキーのところのグランピングのサイトが、アッキーさんのドームですね、はい、ついてまして。うわ、すごい。買うときはあの立ってパラソルを開いてはい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 、癒し受けもできます。このウッドデッキ作った工務店さんも一緒の工務店さん。あ、同じです、うん、素晴らしいですよ大事。施工に入ったときちょっとチェックさせてもらったんですけど水平が超しっかり取れてる。へえ、大事です。このキャンプ場で水平取るの難しいですからね。あ、そうですよね、確かに。さあ、そしてあ、まあ、今タケトのね、はい、車が止まってますけども、はい、ここに車を置いて、はい、このドームとこのドーム、はい、これ2つが、うちの得意ビデオドームとなっておりますけれども、はい、まずどっちから見ようかね。これがですね、はい、あの2機ある中の、はい、1つがあのマットレスがセミダブルのマットレス1個のドームと、はい、シングルマットレスが2個あるドームがあって、はい、内装が2つ違います、はい、いや怖いなこれ。どうしよう。はい、まずはこちらですね、はい、ここが駐車スペースでこうあって、はい、まあこの辺とかで、まあ、焚き火とかしてもらうスペースになってますね、はい、こういう感じです。怖いなめちゃくちゃ怖い。どうしよう。かわいいね、やっぱりこのドーム、うん、かわいい。じゃあ竹内さん見ますよ、はい、で誰、俺が開けた方がいいですか。それと徳井さんが開けた方がいいですよね。こうでも俺が開けたら取りにくいから竹内開けて。いや怖いな。それではまずこれがあのセミダブルのベッドキットを作ったり、はい、はい、いきますよ、はい、いいですか。あ、待て怖い。一応、はい、私がデザインしたのは、雰囲気で言うと、僕が普段自分の家のダイニングでご飯を食べてる動画があるんですけど、その時に映ってる後ろの壁が、うん、ブルーグレーの壁なんですけど、その雰囲気を出すために内装の壁はブルーグレーになってます、はい、で、ベッドとか作ってあるんです。あの棚とかテーブルとかが。でそれはですね、僕のハイエースの荷台がアカシアの木でできてるんですけど、そのアカシア、そのイメージのためにアカシアで、作っているので、僕の家と僕のハイエースをなんとなくイメージしたような、デザインにしております。それがちゃんとそうなっているのか、はい、じゃあいきましょう。ちょっと緊張するんで、まずこう保険かけるわけでもないですよ、はい、私の施工のことをちょっと言わせてもらってもいいですか。こうドーム型になってるんで、ただの円じゃなくて、はい、こっちの甲もあるじゃないですか、はいはい、そうで結構難しいのよね、それがね。ただの丸をこう置けばいいわけじゃなくて、はい、こうつぼまってくるんで、はいはい、そこも計算してやるという、なかなか難しかったということだけ
はい、普段はだって建物でこういう丸い建物ないからね。そうなんですよ。そこがだいぶ難しかったというポイント、はいはい、という保険をかけさせていただいた、はい、めちゃくちゃ緊張するな。でもこれアッキーさんが開けてもいいですよね。え、なんでですか、武田さん開けてください。あ、じゃあどうせだアッキー開けようか。アッキーさんの客ですから。確かに私はもう私ですか。はい、一緒に行きましょうか。あ、はい、そうしましょうか。じゃあ俺で、二人で開けて俺がセンターから入っていくわ。はい、行きますよ。はい、せーの、オープン。うわー、うわー、うわー、すごいすごい、うわ、すごいやんこれ。めっちゃすごい、やば。あ、ええやん。うわ、ちょっと待って、ちょっと見たよ、私も。このテーブルとかめちゃくちゃいい感じになってるやん。すごい、嬉しい。いや、マジこれ、もう俺のハイエースやん、このこれ。あ、ブルーグレーもいいですね。いいですか？うん。これ、映像で見るのと、ちょっと、映像で見るとね、結構もう青みが強いんですけど、はい、実際見ると、もうちょっとこのグレーがアッシュな感じになってますね。そうなんですよ。この、樹脂なんで、はいはい、ちょっと想像の色が濃く乗ってる感じがすると思うんですけど。はいはいはい。感動。ただね、これの難しさが、ここをこう、ドッキングさせて作ってるじゃないですか。ここに絶対に隙間ができるんですよ。はいはいはい、そこに、ハケも、エアで吹いても、塗料が入んなくて、はいはいはい、ここにコーキングを打ってもらって塗ってます。ああ、だから追加作業の日が。だから伸びたんや。そうなんですよ。これがどうあがいても無理で。はい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 。塗装屋さんが、前乗りして、夜中にコーキング打って乾かす時間が必要なんで、はいはいはい、で乾かしてから塗ってくるけど。ああ、そういうことね。はい、そう、これこれ。で、せっかくなら、うん、やっぱりこの丸い、丸みを生かしたデザインにしたいなと思って、はい、ちょっとここをご覧ください。ここはね、テーブルで使えるんですよ。テーブルとか物を置いたりする。うん、ここで、まあ、軽く、まあ、作業もできる。で、こっから、もう一連で繋がって、で、ここに、うちの、ビデオストアの王様のマットレスを置きますんで、ここで寝れるとすごすぎいう感じに。いや、この木の感じめちゃくちゃいい。もうめちゃくちゃいいですか。嬉しい。で、床はこれらの実際の木じゃなくて、はい、メンテナンスもしやすいようにフロアタイル、はい、にしてて、ちょっとここ映してもらいたいんですけど、はい、ちゃんと望遠認定取れてるもの。あ、はいはいはい。このフロアタイルで望遠認定取れてるのがなかなか探すのが大変でしたよ。素晴らしい。というか、これなんとかならないですか。はい、これは、はい、あれ、やべ、得意チェック入った。これちょっとなんとかならないですか、ね、これはじゃあちょっともう一回ステン入れますね。はい、ちょっとお願いします。はい、すいません。はい、ほんで多分なんかあったんやな。はい、で、このベッドの下もですね、はい、ここ結構広大なスペースなんで、めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ広いですよ。はい、結構持ってきた荷物が多い場合は、うん、この中全部入れてもらったら広く使えますんで。だってこっちも全部ですもんね。こっちも。そうなんですよ。はい、すごっ、はい。で、壁にはですね、ここ有効ボードになってますんで、はい、これも難しいのよね、有効ボードも。そうなんですよ。この R に対してまっすぐの有効ボードをこうつけないといけないから。はい、そうなんです。で、この有効ボードの付け方だけ、はい、絶対有効ボードってこう、こう直角じゃないですか、うん、こう来なきゃいけないんですよ。そうですよね。でもそうするとドームがこう圧迫感出るなと思って、はいはいはい、こっちにドン付けさせてもらったっていうのと、はいはい、ここはこうなるとここで頭ぶつけて怪我する可能性あるから、確かにドン付けにしてるんです。はいはいはい、いいと思います。ドン付けが超難しかったのと、うん、このドット穴開いてるじゃないですか、はいはいはい、これ全部揃えてるんですよ。この円でやるの超難しいんですよ。ああ、そうなんや、はい、ここね、はい、普通にやっちゃうともう段が合わへんくなるんや。はい。だけどなんとなく光が漏れてるから、これが揃ってないの嫌だろうなと思って。確かに細かい。これはすごい。やらせていただきました。で、はい、後ほどこれ今は全く まっさらな何もない状態なんですけど、ここにマットレスを置いたりとか、まあ、バッテリーを置いたりとか、プラス、ここがなんで有効ボードになってるかと言いますと、ここに泊まった人には、ポジラセパンとか中華パンとか、全部もうついてるので、そういうのをここに引っ掛けれるようにしてますんで、だから、こういう引っ掛けを、この辺ババーっと配置しますんで、はい、お客さんが自由に
使ってくださいっていうのが2箇所、はい、1、2あと徳井さんの発想がめちゃくちゃ素晴らしくて、はい、その内装屋さん入ってくれてるんですけど、はい、そんな発想あったんですかっていう、うん、このフレキ管っていう水道管でコードを通す、はい、これめっちゃかっこいい。こんな発想が内装の業者にないらしいんですよ。あだけどコードをこう通さなきゃいけないから、はいはい、内径、うん、内側の直径がいくつかを知りたくて、はいはいはい、それを問屋さんに問い合わせしたら、ちょっとそんな質問初めてなんですけど何やってる人なんですかって確かにこれは本来水を通すやつやから、そうなんですよ、内径動向とか、ね、そんな気にせえへんもんね。だからその、うちがおろすおろさないの前に身元はっきりしてもらえますかって一回疑われます何に使うか分かんないからです。ああ、そうです。ここに普通は使わないですよ。この電気のケーブルが入ってるんですよ、はい、で、どうしてもこのケーブルが剥き出しちゃうとなんかケーブルが張ってんなってなるから、うん、どうせやったらこういうのをやった方がめっちゃかっこいいかなということで、うん、で、まあもちろんここ電気1個あります、はい、で、LED テープがこの裏側にそうなんですよね。ついてるんで、夜になったら。夜になったら、ここの電気つけるもよし、ここがね、丸く光るんですよ、全部。最高。どれを使うもよし。はい。めっちゃいいじゃないですか。で、上は、これクリアでね。これはまあ、秋のとこも一緒やけど、はい。閉めれば、開ければ見えますし。こういう感じ。はい。開きますんで、開放的な感じもあると。うん、はい。いやー。この木いいわ。いや、いいですよね。ちょっとアカシア、ここはもう本当に徳井さんのこだわりだったんで。はい。でも言ってくれてよかったです。何で仕上げようかなっていうの。そうよね。やっぱ木の材質によってなんかこう、ちょっとなんか違うなとかなったりするから。やっぱ広いね。あ、本当ですか？広い、すごい。ちょっと寝てみてください、徳井さん。よく取れましたよね、これ、ね。食べ止めて。はい。え、めっちゃ広い。めちゃくちゃ広い。え、広全然言う、当たらない。はい。ちょっと登ってもいいですか？そうそう。はい。まだまだ上あるから。これ、こっち側の狭いところでも別に、俺178ですけど、はい。全然寝れますから。そうですね。こっち側、そう、大人が寝てても、こっち側全然、はい、大人の男、余裕。すごい。めちゃくちゃいいっすよ。めちゃくちゃいい。これ、いいっすね。いい。上見えてね。これ、星見えるってことですか？星は8。葉っぱで見えるかな。こっちからは空抜けてるかな。ちょっと、天気いい時は結構星見えるんで。いや、めちゃくちゃいいじゃん。はい。まあ、後ほど、すべて、マットレスとか配置して、完成になったやつの映像も、撮りますんで、あと夜の映像なんかも撮りますんで、うんうんうん、はい。見てください。いいね。テトさん、はい、すごい自信なさげでしたけど。よかったですよ。1000% ぐらいじゃないですか、もう。よかったですよ。めちゃくちゃいいですよ。俺、満身したわ。ちょっと俺も、ほっとした。ほっとした。よかったー。やっぱ、一個この木が、雰囲気ちゃんと出てることによって、全体がね、いい感じに、まとまるし。あと、空気孔は塗ってないってわざと。あ、そうなんですよ。ここはね、わざとその空気が抜けるとこなんで、うん、これ埋めないようにしてます。はいはいはい、はいうん。一応、ここも空いてます。はい、はい、そうですね、そこも閉めないようにしてます、はい、めっちゃ素敵、嬉しい、最高じゃないですか、よかった大工さんもね、3日の予定なんですけど2日増やして5日かかったんですよ。これも見てください、この幅、これもこう削って言ってるんですよ。あ、すごい、ここも上と下が細くて、あここも幅です、ね、要はここの幅とこれも大変、ここの幅が違うからね。そうなんですよ、だからゲームバースやると計算じゃできなくて、細かい作業よ。ここは直線で作ってるけど、はい、ここをちゃんとしっかり R で、うん、この R が、この R 難しいよね。難しいです。だから、ここもね、R で仕上げたかったんですけど、うん、ここはしっかり、土台としてしっかり人が座ってもよくするもちろん、ね、はい、R だとね、ちょっと耐荷重持たないということで、仕上げしたんですよね。うん、それは、ちゃんとしっかりしてる方が。うん、いや、とにかくめっちゃしっかりしてる。作りが。そうなんですよ。そうですね。本当に、本当にね、大工さんがね、途中からテンション入っちゃって、ドラゴンボールの悟空みたいでしたよ。サイヤ人。こんな強敵初めてかな。ほら、ワクワクするぞって言ってた。楽しくなってきたぞって言って、いい。やってくれたんですよ。そう、作る人も楽しいのが一番。うん。よかったー。じゃあ、とりあえずこの、はい、こっちの塔は、そうですね。ということで、ちょっと、大森さん、ここ
ここだけちょっと直したい。あとね、ちょっと、ここはもうカインズで行ける範囲なんでね。そうですね。はい。直していきましょう。そこは。はい。1個ならまだ。向こうに行きましょう。そうね。はい。向こうが、シングルシングルの。シングルシングルです。2人は分かれて寝れるようになってるところです。はい。行きましょう。行きましょう。めっちゃ素敵。本当ですか？嬉しいよ。これやばいですわ。マジで嬉しい。あのお世辞とかもうそんなんないです。すごい素敵。どのぐらい緊張してるかってこの長野に来てね。はい、これこっから30分ぐらいでうちの奥さんの実家なんですけど。あ、そうなんですね。娘さんをくださいって言いに来た時以来の緊張。かなり緊張してるじゃないですか。いやーここが、はい、でこっち側が。もう一個の方のドームですね、はい、でここはですね、ここに車を入れる、はいはい、止めれるようになってます、はい、でこのドームの向こう側にですね、焚き火とか、くつろいだりするスペースございます、はい、じゃあちょっとじゃあまたラッキー開けてもらっていいですか、はい、これ回ってますよね、いいんですけど待て待て大丈夫です、両サイドから行きましょう、はい、はい、いいね。嬉しいよ。いいですね。あ、ここはだいぶあのベッドのスペースが広めなんだね。結構だから最初のこういう風に設計 してって言ってたイメージよりも割とここが広い感じだけど、あ、これはこれで。確かにね、ここの開口と合わせましょうって言って。あ、そうや、先生、先生。合わせてるんですけど、図面で見るのと現地で見るのちょっとね。ね。あ、でも、すごい、ここはこういう感じに。まあ、この有効ボードとかは、全く同じで。はい、同じですね。はい、ここに、二人分かれて寝れる。で、ちょっとじゃあ、アッキー、お願いします、はい。ちょっと引きで、最初撮ります。いいですね。え、めっちゃ広くないですか？広い。嬉しいよ。あんまこんな建物見たことないよね。ないです。はい、で、ここにマットレスを置きまして、はいはい、で、マットレスを置いても十分他にもスペースがだいぶあるんで、物を置いたりとかいろいろできると思います。でですね、こことかはマットレス来ないんで、はい、なんか作業とかしたりするとあいいですね。いいかな。はいはい。めちゃくちゃいいですね。素敵。嬉しいな。めちゃくちゃいいね。めっちゃ広いですね。なんかすっごい広く感じます。じゃあちょっとこういう感じになるわけね。あ、いいです。はい、広く撮ってるようですけど、シングルのあのマットのサイズを置いたら多分ちょうど優先的に。ああ、すいません。必要なんですよね。ワイドも60だったかなと思って。あ、60だったらまあこんぐらいか。こう入る感じです。うん。すんごいゆとりのある寝床ですね、はい、これはね。これはいいですね。めちゃくちゃいい。私こっち好きなんですよ。そうなんや。てか、この造形見たことないもんな、この感じ。ないです。確かに。じゃあこっちとかだと、まあ向こうでね、はい、あのセミダブルのマットレスで、はい、2人でおっさん並んで寝るのはきついかもしれないけど、まあおっさん2人とかだったらこっちの方がそうですね、いいかなと。ツインの部屋に泊まってるつもり。はい。だからね、ちょっとアッキーさん、はい、こだわりポイントですか？ただの遠近だけじゃなくて、ここ定期的にこのボコが出てくるんですよ。はいはいはい、ちゃんとこだわりポイント。そうなんですよ、やってんですよ。だから、素晴らしい。本当は一重狭くしてただの遠近った方が楽だったんですけど、ギリギリ攻めてもらって。確かに、そうなのね。このドームの壁がもうデコボコしてるから、はい、これが難しい、ね、これが難しい。こういう風に確かに確かに過ごすこともできるし、まあもちろんここも下はすごく広大なスペースありますので荷物入れます。うん。なんか収納がね、なるってやっぱ徳井さんの1個あげようっていう提案がやっぱ素晴らしいですよ。よかったね、でもあげてね。これすごいな。ここでさ、ちょっと作業なんかしようもんならこの景色がいいからね。うん。いいですね。いやー、富士山も隣に安心した。すげードキドキしてたんすよ。ここであとまあプラスでいろいろ飾ったりとかしたらさらに、はい、よくなるでしょうね。
なんすかね、アカシアの木がいいっすよね。めっちゃいいですよね、この木が。この木がいい。やっぱ、徳井さんアカシアにしようって言ってくれてよかったです。うん、もうまさにうちのハイエースと本当に。同じ。やっぱさ、木もさ、はい、なんか濃い木もあれば、はい、逆に薄い木もあったりとかさ、はい、するから、これちょうどいいのよね、なんか。嬉しいね。いや、素晴らしい。いや、よかった。安心した、はい。安心しました。いや、もう安心した。本当ですか？うん。なんか、ほんまに来て、はい、あれ、だけど、ちょっと、ええねんけど、なんか違うねんなとかあったらちょっとどうしようかなっていうのがめっちゃあってんけどちょっと予想してましたからね、うん、万が一どうしようっていういやもう100点っすよかった100点出たよかった、うん、素晴らしい俺らもね車で来るときに言ってたんですよちょっと違うわって言ったら俺大声出しますねって言ったらあーってで一応あの料金の方なんですけど、はい、ちょっとだいぶ極力下げて、はい、やっぱりそうですね。はい、来てよかったなと思ってほしいんで、はいはい、なので、この一棟貸しです。で、店員様2名までで、はい、1人で来ても2人で来ても同じ料金で、平日が1万5000円。なので、1人7500円。うん、で、土曜日と、あと祝日の前の日とか、うん、お休みの前の日は、1万8000円。ということに。なっております。あ、一応その、このドームの前の、焚き火スペースに一応。はい。ここが、このサイト専用の、くつろぎ焚き火ゾーンになってますので、ぜひ、この、トワイライトフォレスト、並びに、得意ビデオドーム、ぜひお越しください。ちょっと、噛んだけど。はい、夜はこんな感じでございます。かわいいですね。ちょっと中入ってみましょう。一応いろいろセッティングいたしました。こういう感じですね。こういう風になってます。で、スリッパちゃんと用意してございます。ちょっと今さっき俺が履いたんで乱れてますけど、こんな感じですね。で、こういう風に、はい、一応ですね、あ、これサボテンです。こんな風にですね、このサイトはこのこじらせまな板、各種ね、桜、オリーブで、折りたたみのゴーアウトで、包丁で、こじらせのキッチンツールズのこのカトラリー類で、うちのメスティン、全部ついております。そしてこの燃えにくいブランケット、焚き火の時とかにいいね、このブランケットもついてます。で、これですね、うちのマットレス、これカバーかかってますんで、このシートカバーはもちろん毎日ちゃんと洗いますので清潔です。この布団、この枕カバーも洗います。はい、布団ついてます。で、真冬になったら電気毛布も入れようと思ってますんで、下にね、これバッテリーがあるんで、電気毛布で暖かく寝てもらえます。で、この壁はですね、これ今僕の私物がかかってますけど、こういう風にですね、いろいろ自分の好きなように、お客さんの好きなようにいろんなもの引っ掛けてもらえますよっていう一例です。で、こちら側もこんな風に、これハンガーとかもちゃんとついてますんで、こう上着かけたりとかですね。で、このこじらせのミニで、中華パンで、今ありませんけども、こじらせパン、普通のやつもこのサイトに付属してます。で、このハサミもついてます。これはまあ私物なんですけど、あと一応このね、コップ、マグカップもついてます。で、これはバーベキューの串刺すやつですね。お肉とか刺すやつ、これもついてます。はい、いろいろついてます。で、これなんと、これ雨がっぱ、ポンチョタイプの雨がっぱです。これね、結構嬉しいと思うんですよ。やっぱ急に雨とか降ってきた場合ね、これポンチョ着てください。ついてます。はい、
こんな感じで非常に綺麗に、いいですね。こういう風になってますんで、中から外見るとこんな感じです。はい、皆さんのお好きなようにレイアウトしてみてください。はい、続いてシングル2つのサイトです。こちらもこんな感じですね。こちらこんな感じになってます。いいですね。でこっちにはですね、今ちょっとまだないんですけど、うちのあのオーサムマットレスのシングルタイプのやつがこの下に引かれます。でオーサムマットレスシングル2つということになりますね。外から見ると可愛いな、めちゃくちゃ。